2017年現在の神野神殿。神野神殿は愛知県と橋市三川湾沿岸に位置する神田である。名称は開発者の神野金之助にちなむ。神野神殿ができる以前に、神野神殿と同じ位置に同じ形状の通称毛利神殿があった。毛利神殿は毛利義久が第百十国立銀行の融資事業としてあったが、1888年に工事着工。 1890年に堤防を完成させたが、1891年の農美地震、1892年の波浪により、堤防が壊滅し、開発を断念、神殿を売りに出した。1893年に、初代、神の金之助が、神殿に関わるすべての権利を購入して、同年に工事を開始した。急に本軍と、 神の神殿開墾地の肥料のやり取りの記録1885年、宇田毛と市家出身で、第百獣国立銀行頭取だった、毛利義久が、愛知県令の勝又実から、干拓事業を進められたことが始まりである。1888年に起工式が行われ、以後、毛利義久によって開発が進められたため、当時は、毛利神殿と呼ばれた。 毛利神殿は1889年に完成したが、ミオドめ工事の直後に高潮に襲われて堤防が完全に破壊され、沿岸の打撃を受けた。再び工事が行われ1890年5月に復旧したが、今度は1891年のノー地震で破壊され、さらに1892年9月4日の暴風雨が高潮を伴って神殿を襲い、 壊滅的な被害を受けた。修復の目処が立たなかったため、モーリー・ヨシはやむなく再築を断念した。1893年、事業家の神の金之助が、モーリー神殿を4万1000円で買収し、総工費70万円とも90万円とも言われる、巨額の費用を投じて、新田、溶水の修復にあたった。堤防を以前より6尺高くしたり、ハットリ調子を昇平して、 人造石膏法を取り入れるなど、毛利神殿の失敗を教訓に改善が進められた。1日平均5000人の妊婦が作業にあたり、また、神の神殿の開発に伴って、室用水の建設も進められた。堤防の総延長は1 2トルに及び、特に重要な3号堤と4号堤には、33体の観音が100件置きに安置された。これは仏教を厚く信奉していた。 神野の発案によるもので、住民が毎日巡拝することで堤防の安全を祈願するとともに、破損部分を早期に発見することが狙いであった。1895年6月、室村、磯部村、大崎村の各村会の議決を経て、吉田神殿から神野神殿に改められた。干拓地であったために当初は土壌の塩分濃度が高く、収穫量が非常に低かった。 生活苦に耐えかねて土地を離れる古作人も多かったと伝わるが収穫量は次第に増加し大正時代に入ると一様の安定を見るようになった。1993年6月、神の神殿開拓100周年を記念して神の神殿資料館が豊橋市室町会所前に開館した。2階建ての建物で1階には地をテーマとして 記念碑の拓本や年表、立体地図模型や農機具などを展示し、2階には、水をテーマにして、室用水の歴史や、昭和28年台風第13号の被害と、復興、海苔養殖とその漁具などを展示している。ありがとうございます。